本当に役立たずの嫁だね。母さんの言う通りだな。私を罵倒して嫁いびりをする義母に賛同する夫。そして夫はニヤニヤと笑いながら私に離婚届を突きつけてきた。おい、喜べ。お前とよりを戻してやる。だから母さんの葬式の準備を手伝え。あれからもう7年も経っているというのに何を言っているのだろうか。お母さんなら2年前に他界しましたよ。私の名前はかすみ、32歳の会社員だ。大学を卒業して働き始めた会社にもう10年いる。最初は右も左もわからなかった私だが、当たって砕けろの精神で仕事に打ち込んでいったおかげで、現在は課長という立場で責任のある仕事を任されるようになっている。そして昨年から私にはお付き合いを始めた人がいて、プライベートも充実し始めている。かすみ、ごめん、待った。仕事がちょっと長引いちゃって。ううん、大丈夫だよ、ナオト。本読んでたらあっという間だった。そうか、それならよかった。この小説すごく面白いの。うわ、また難しそうなの読んでるな。俺は文字数多い漫画でさえも読むの億劫になるから、絵すらない小説読めるかすみはすごいよ。そう？小説も慣れたらスルスル読めるようになるよ。いや、俺には未知の世界だな。私とナオトは合コンで出会ったのだが、彼はとても明るくて社交的で、それでいて話していて面白い人だ。いつも優しくて私を引っ張っていってくれる男らしさもあり、私はいつか彼と結婚したいな、なんて密かに思っている。すると今日、私のそんな思いが成就した。かすみ、俺と結婚してくれないか。え？それはレストランでの食事の途中でのことだった。今日は付き合って1年の記念日だったから、ちょっと高いレストランで食事をしていたのだが、そこで彼はポケットから指輪の箱を取り出し、私にプロポーズをしてきたのだ。まさか今日プロポーズをされるとは思っていなかったので、私は不意をつかれすぎて数秒ほど固まってしまった。ダメかな。そう言って不安そうな顔をする彼。私は慌てて我に返り、そして頬をあからめながら、よろしくお願いしますと言って指輪を受け取った。お、本当にいいの？彼が目を輝かせてそう聞くので、私は恥ずかしくて視線を下に下げながらこくりとうなずいた。やった、よかった。断られたらどうしようかと思ったよ。ごめんごめん、あまりにも突然すぎてびっくりしちゃって。だって全然そんな素振りを見せてなかったから。できるだけ自然を装って驚かせたかったからな。実は今日ちょっと遅れたのも、指輪をお店に取りに行っていたからなんだ。そうだったんだね。私は自分の薬指にはめた指輪を見ながら、とても嬉しい気持ちになった。これから彼と夫婦になるんだ。そう考えただけでにやけが止まらなかった。それから私たちはお互いの親へ挨拶に行った。息子さんとの結婚のお許しをいただけますでしょうか。ナオトはとても緊張してちょっと噛んでいた。私はそれを横で微笑ましく見ていた。そして彼が真剣に結婚の許しを請う姿に、父も微笑んだ。真剣に娘のことを考えてくれているのがよく伝わったよ。かすみのことをどうかよろしくお願いします。ありがとうございます。絶対に幸せにします。彼と父が打ち解けてくれて本当によかった。私は母を幼い頃に亡くし、それからずっと父と二人で暮らしてきた。だから私を大事に育ててくれた父には本当に感謝している。そんな父に結婚の報告をして花嫁姿を見せられることは本当に嬉しい。まあ父からしたら一人娘が嫁ぐのは少し寂しいかもしれないが。その後、私は彼の実家へと挨拶に行った。はじめまして、かすみと言います。どうもはじめまして、よろしくね。彼のご両親は笑顔で出迎えてくれた。とても優しそうなご両親で私は安心した。そして結婚の挨拶も何の問題もなく終わり、両家の顔合わせも無事に終えた。その後、私とナオトは結婚をした。父が私の花嫁姿を見て涙した時は、本当に結婚式を挙げてよかったと思った。そして私と夫の新婚生活がスタート。新婚生活は楽しくて毎日幸せを感じながら過ごしていた。だがそんな中、義父が足を悪くしてしまい入院が必要になったと夫の元に連絡が入った。かなり状態は悪いらしくて、しばらく入院とリハビリが必要みたいなんだ。そうなのね。それで母さんが一人になるのが心配だから、しばらく同居しようと思うんだ。え？同居？
私は夫の突然の同居宣言にびっくりしてしまった。なんだよ、嫌なのか？夫は私が驚いた反応を見せたのでムッとした。あ、いや、でもまだ新婚生活を始めて3ヶ月ほどしか経ってないし、もう少し2人で生活したかったなって。そんなこと言ったって仕方ないだろ。母さんは1人になって不安を感じてるんだ。息子の俺が安心させてやらないとダメだろう。それなら定期的に夫が帰省すればいいだけのような気がするが、そんなことを言ったらキレられそうだったので私は何も言えなかった。夫の有無を言わせない圧力に押され、私は結局同居を承諾してしまった。まあ今までの感じだと義母は優しかったし、とりあえずは大丈夫だろう、そう思っていたのだが、同居をするってことは姑である私のことを何でも聞くってことだからね。え？私が義実家に入った途端、義母は両腕を組んでそのように言った。義母は私をにらみつけるように見ていて、これから気が済むまで嫁いびりをしてやるぞという意志が強く感じられた。私は一気にこの同居生活が不安になった。さっさと荷物を置いて掃除を始めてちょうだい、ぼさっとしない。義母は初日から容赦なく私に指示を出してきた。そしてショックだったのは、義母に怒鳴られている私の隣にいた夫が無反応だったことだ。夫は、いや久しぶりにこの部屋に住むのか、懐かしいななんて能天気なことを言っていた。義母は夫が何かを言うと、そうね、私も久しぶりに直人と一緒に暮らせて嬉しいわと笑顔で返す。そして私に対しては鬼の形相で、さっさと動きなさいよこのボンクラがと怒鳴る。その態度の変わりように驚きながら、私は言われるがままに掃除をした。その間に義母と夫はケーキと紅茶で優雅なティータイムを過ごしながら楽しそうに話をしている。私はすぐに同居を後悔した。だがここで出て行って離婚までする勇気がなかなか出なかった。まだ夫とは結婚して3ヶ月しか経っていない。あんなにたくさんの人にお祝いをしてもらったのに、もう離婚なんてしていいのだろうか。結婚式に来てくれた人や私の花嫁姿を喜んでくれた父に顔向けができない。そんなことを思ってしまい、私は我慢をするという道を選択してしまった。それから義母は私をまるで奴隷のようにこき使ってきた。私は仕事もしているので、朝早くや仕事後に義母に家事を押し付けられて本当に大変だった。そして義母は私に家事をやらせながらずっと心ない言葉を私に浴びせてきた。料理が下手すぎる、家事だって適当、あなた本当に女なの？ああそうか、男親にしか育てられなかったから女性らしさが皆無なのね。片親の時点で結婚を反対しておくべきだったわ。そんな、どうしてそんなひどいことを言うんですか？私は仕事をしながらも一生懸命に家事をやっていますし、そんな風に私の親をバカにされる筋合いもありません。私はさすがに頭にきて、ある日そうやって言い返したことがある。すると義母は目を見開いて怒った。ああ、あんた嫁のくせに何私に生意気な口叩いてるのよ、直人に言いつけてやるわ。そう言って義母は仕事から帰宅してきた夫に大げさに告げ口をした。聞いてよ直人、この嫁が私にひどい言葉を言ってくるのよ、目を見開いて怒ってきて本当に怖かったんだから。義母がそう言うと、夫は私を睨みつけてきた。おい霞、母さんに何やってるんだ。私は何もしてないわよ。お母さんが私の親のことをバカにしてきたから。ああ、お前適当なこと言うのやめろよ。母さんは優しいんだからそんなことしないだろ。そうなのよね。直人なら分かってくれると思ったわ。私は優しく霞さんに接してるのに、私にこうやってひどいことをしてくるなんて。義母は塩らしくしながらも、その顔はニヤッと笑っていた。霞、お前には思いやりがないな。母さん、多分母親がいなかったからこんな奴に育ったんだよ。だから代わりに教育し直してやってくれ。分かったわ、任せてちょうだい。私は夫の発言に絶句してしまった。うすうす感づいていたが、夫はマザコンだ。だから義母の言うことを全て鵜呑みにするし、義母が正しいと思っている。夫は完全に義母の味方で、私の言うことに全く聞く耳を持ってはくれなかった。そして夫から許可を得た義母はさらに勢いづき、さらに私を罵倒してこき使うようになった。また夫も一緒になって私のことを罵倒した。本当に地味で取り柄のない女だよな。家事くらいはできるかなと思ってとりあえず結婚したけど当てが外れたわ。
やっぱり片親なのがいけないのよね。でもこれから私が付きっきりで教育するからね。ああそうそう、介護についても教えなきゃいけないね。え？義母の発言に私は思わず反応した。介護って何のことですか？父さんがもうすぐ退院してくるんだよ。義父は2ヶ月ほど入院していた。どうやら入院期間を終えて家に帰ってくるらしい。だが介護が必要な状態だそうで、それを私に押し付けるつもりらしい。冗談じゃない。どうして私がそこまでやらないといけないのだろうか。そんなのできません。私はそう言って断る姿勢を取った。ああ何言ってんだよ、お前に拒否権はないんだよ。そんな、私働いてるんだよ。それじゃあ仕事を辞めればいいだろう。義母と夫は二人がかりで私を責めた。だが私も屈するわけにはいかない。無理なものは無理です。私は責任ある立場にいるので、簡単に辞めることはできませんし、仕事を辞めたくはありません。私は必死になって言い返した。だが義母と夫には何を言い返しても無駄だったようだ。本当に役立たずの嫁だね。こんな女なんて捨てて新しい若い女でももらえばいいんじゃないかい。母さんの言う通りだな。私を罵倒して嫁いびりをする義母に賛同する夫。そして夫はニヤニヤと笑いながら私に離婚届を突きつけてきた。お前とは離婚だ。え？これまさかすでに用意してたの？ああそうだよ。お前のひどさが最近目に余るからな。俺はお前のことをいつでも切ることができるってアピールしてやろうと思ったんだよ。俺は本気だからな。もうすでに俺の箇所は記入済みだ。お前は離婚されたら困るだろう。32歳でバツイチのお前みたいな地味な女、誰も欲しがらないだろう。私は絶句してしまった。この男は最低だ。そしてそれをニヤニヤしながら見ている義母も終わっている。この時私の中で何かが切れた。わかったわ、離婚しましょう。え？私の発言に目を丸くしている夫。私は彼から離婚届を奪い、自分の箇所に記入した。私が思っていた反応をしなかったことに二人とも驚いているようだ。おい本気か？俺と別れたら一生一人で寂しく暮らすことになるんだぞ。そんなのあなたに心配される筋合いはないわ。それともこの離婚届はただの脅しやハッタリなのかしら。随分と器の小さい男なのね。私はもうこんな男には容赦しないと思い、あえて挑発する言葉を言った。すると案の定、夫は挑発に乗ってきた。はあ？んなわけねえだろ。お前と離婚できてせいせいするわ。さっさとそれ持って荷物まとめて出ていけ。そうよ、ナオトならあんたなんかよりも若くて可愛くて家事のできる女と再婚できるんだから。私はワーギャー言ってる二人を無視して荷物をまとめた。そして車に乗り込んで父がいる実家に出戻った。父はいきなり大荷物を持って帰ってきた私を見て驚いていたが、話を聞いて憤慨していた。それから私はすぐに離婚届を提出。たった5ヶ月程度で終わってしまった結婚生活。私には結婚は向いていないのかな。そう思ってしまうほど私はかなり落ち込んだ。父は相手がひどすぎただけだと励ましてくれたが、しばらくは元義母と元夫のことを思い出しては心が沈んだ。それから少しずつ気持ちを切り替えていき、すべてのエネルギーを仕事にぶつけることにした。仕事をしているときは最低な元義実家のことを忘れることができた。そうして日々を過ごしていった私。この時からかなりの年月が経っていた。そんな中、ある日知らない番号から電話がかかってきた。私は間違い電話かいたずら電話か何かかと思い、電話には出なかった。だが電話は何度もかかってきた。もしかして知り合いとかかな。仕事関係の人かもしれない。私は警戒しつつも電話に出た。もしもし。すると挨拶もなく、いきなり電話口からこんな声が聞こえてきた。おい、喜べ。お前とよりを戻してやる。え？私はこの声に聞き覚えがあった。それは7年も前に別れた元夫の声だ。なんで今私に電話をしてきたのだろうか。おい、聞こえてんのか。聞こえてますよ。だったらさっさと返事をしろよな。まあいい、独り身で寂しい思いをしているお前に俺が手を差し伸べてやる。だから母さんの葬式の準備を手伝え。はあ？あれからもう7年も経っているというのに何を言っているのだろうか。っていうか元義母は亡くなったのか。
それにしてもこの元夫の態度の相変わらずさには嫌気がさす。私はため息をつきつつ元夫にこう言ってやった。お母さんなら2年前に他界しましたよ。あ？お前、俺の母さんが亡くなったって時につまらない冗談も言ってるんじゃねえよ。冗談なんて言ってないわ。私の義母は一人だけ。そしてその義母は2年前に病気で他界したの。え？お前、まさか。その通りよ。私再婚したの。なんだと？私はあの後仕事に落ち込んで34歳の時に他の会社に部長としてヘッドハンティングされたの。そしてそこで出会った上司と再婚したの。彼も彼のご両親もとっても優しくて本当に素晴らしい人たちで、私は本当によくしてもらったわ。あなたやあなたのお母さんとは大違い。2年前に病で亡くなってしまったことは本当に残念で悲しいわ。私にとっての義母は今の夫のお母さんなのよ。あなたの思っていた展開とは違ったかしら。私の説明に元夫は節句していた。もういい？あなたと電話でさえも話したくないんだけど。待ってくれ。せめて葬儀の手伝いをしてくれないか。はあ？一度は結婚した仲じゃないか。お前に優しさがあるなら手伝ってくれよ。何言ってるの？あなたとお母さんが私にしてきた仕打ちを忘れたの？あんな風に毎日罵られたのに優しくなんてできると思う？あなたのお母さんが亡くなったことは気の毒だけど、私には無関係よ。っていうかあなた、私と別れたら若くて可愛い女を嫁にするとか言ってなかった？私に連絡をしてくるってことはもしかして未だに再婚できてないの？それは。夫は口ごもっていた。図星ってことね。うるさい。父さんの介護をするのをためらう女が多かったんだ。あいつらふざけやがって。元夫は本当にアホだな。結婚前から義父の介護があると分かってて結婚する人なんて、よっぽど元夫や元義両親が素敵な人じゃないとありえないだろう。そして元義実家の人たちはみんな最低だ。まず結婚できるわけがない。まあどうでもいいけど、私にはもう家庭があるので電話してこないでください。もしまた電話してきたら警察を呼びますよ。そんな、頼む。俺を助けてくれよ、かすみ。もう父さんの介護をする気力は俺にはないんだよ。しかも母さんが散財するから借金がどんどん増えていったし。あら、気の毒ね。でも私とあなたはもう赤の他人ですから、一人で何とかしてください。私はそう言って電話を切ってやった。そしてすぐにその番号を着信拒否にした。またそれだけでも不安だったので自分の電話番号も変えた。その後の元夫のことは知らないが、あの感じだとかなり辛い日々を送っているに違いない。本当にいい君だ。一方、私は今の夫ととても幸せな日々を過ごしながら仕事も相変わらず頑張っている。これからも私は私の家族を大事にしながら生きていこうと思う。どこまでも自分勝手な男でしたね。主さんはこんな最低な男とさっさと別れられてよかったのではないでしょうか。今の旦那さんとは幸せに過ごせているようなので安心しました。これからもお仕事もプライベートも充実させて楽しい日々を過ごしていってくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。